これは川でしょ。これは俺の殿下のほど川だろ。ここだろ。ここしかねえ。だよな。だよな。これ爆アドじゃね。ホアカウルトラランブルのお時間がやってまいりました。さあ、新マップはどこに降りたらいいんでしょうか。私それが分かりませんので、ちょっとこっからですね、検証していきたいと思います。まずは検証第1回目。さあ、どこに降りる。ちょっと迷ってんだよね、最近っていうか、ここのマップ。うわー、ちょっとどうしよう。こっちや、ここや。さあ、どうや。うわ、やっべ、やばいね、これね。激戦区だね、これ。これ逃げるわ。これ逃げますわ。2回目でございますが、見事1回目は降りる場所マジで外したんで、いやー、これこっちか。この辺からスタートしてみようか。でもうわー、ちょっとこっちにあるのがちょっとうざいな。うわー、だよなー、だよなー。やったなー、これ。さあ、3戦目、ショッピングモールをちょっとね、いじっていきたいんですよね。スタート地点ちょっとあんまりね、スタートよろしくないんですよね。うわ、マジか。いや、これどうしたらいいんだ。川スタート。いや、結構ショッピングモール最近人気だね。さあ、やってまいりました。5回目の挑戦です。ちょっとさ、最近さ、ショッピングモールが結構多い気がしてるんよね。ちょっとさ、海川エリアに俺ちょっと可能性を感じてるんだけど、この辺どうだ。ここスタート。ちょっとあんま来なくていいんだけど。ええー、マジか。うわ、マジか。ちょっと待った、これどうしよう。さあ、6回目の挑戦でしょうか。ちょっと川沿いから現在スタートいたしておりますと。さあ、どうでしょうか。散り具合はどうでしょうか。さあ、どうや。散ってるね。ただ悪くないだろ、これは。これ悪くないぞ。川理論でいきましょう。川理論、この辺川理論でいきます。だよな、これはまあいいんじゃないのか。さあ、今回はどうなるんでしょうか。うわー、きついね、これ厳しいね。うわ、これきついぞ。あ、これショッピングモールありな気がするんだけどさ。いやー、どうしよう、これ。川や、川理論や、川行くしかねえ。うわー、だりーな。さあ、どうしますか。ショッピングモールにアイテムがあるんすけど、うわー、これどっちに転ぶかなんだよな、マジでわかんねえ。まあでも川だ、俺は川。これ真ん中ありかもしんねえな。あー、結構まずいね、これね。これ結構まずいね。さあ、13回目の挑戦となりました。合宿所にアイテムがあると。あ、川行くか。俺そこ行きたいんだよな。どうする。そっち行ったか。ショッピングモールスタートだ。さあ、合宿所にアイテムがありますが、そこに集まる傾向にあるんだよな。どうしよっかな。ショッピングモール視野だと思うんだが、いや、ここはあえての川だな。で、海岸沿いを回ってショッピングモールに行く。まあ悪くないんじゃない、これは。さあ、どうしますか。海岸エリアにアイテムがあるっていうのはあんまりないな。これどうしよっかな。川スタートして山行くわ。そんなイメージでいきましょう。さあ、どうだ。さあ、どうや。ちょっと危ない気がするけど。さあ、どうや。まあ悪くはない、読み的には悪くはない。ただ後輩エリアだったな。さあ、住宅地にアイテムがあるんだが、どうしよう、これ合宿所スタートでどう。合宿所スタート、これでどうや。合宿所スタート、
後輩行くべきだったか。これちょっと怖いね。では真ん中あたりにアイテムがあり、後輩エリアじゃねこれ。これ後輩でしょ。これ後輩でどう？まあ悪くないけど川で良かったかっていうイメージだな。行きたいですね。真ん中ら辺にアイテムがございます。ということは俺の得意な川でいいんじゃないですかと。だな。ほらほら、これはまあまあ読み通りでしょう。後輩エリアにアイテムなんで、これは川でしょう。これは俺の殿下のほど川だろ。ここだろ、ここしかねえ。だよなだよな。これ爆破じゃね。これどっち行く、山か海、どっちだこれ。さあ今回は真ん中ら辺にアイテムがありますので、後輩エリアからスタートしましょう。さあこれは妙手だったんじゃないの。これはさあ今回は真ん中あたりにアイテムがありますので、ちょっと後輩エリアスタートしましょう。さあよろしくお願いします。どうでしょうか。うわー微妙だなこれ、やべえなこれ。うわー川正解だったかもな。普通に川正解だった気がする。さあバトルのお時間です。ショッピングモールにアイテムがございますので、これは川いきます。これは川です。これは川。おちょっとあーマジか、結果後輩エリアだったかもしれん。あでもまあ悪くはないな。海沿い行こう。今回は真ん中にアイテムなんで、ちょっと後輩エリア行きましょうか。後輩からスタート。これはちょっと微妙だな。もうちょい外行くべきだったな。さあ今回は砂浜にありますので、川スタートで山行こう。川スタートで山、これはどうだ。あー正解は後輩でした。今回は真ん中にアイテムボックス、ゆえに合宿からスタート。ゆえに合宿、どやどや。うわー怖いなこれ、これ怖いな。うわこれは山行こう。ど真ん中ですので、川行きます。後輩任した。 OK、 これはまあまあアドなんじゃない。川周辺巡って山も視野。